藤原はじめです。よろしくお願いします。まずは志望動機ですよね。志望動機はこれです。これを見てどう思われますか？地味。そうですよね。さすがアイドル事務所のプロデューサーさん、確かな審美眼をお持ちですね。そう、地味で面白くない器です。これは私です。これ私が焼いた器なんです。おじい、あ、祖父が陶芸家で、私も幼い頃から陶芸をたしなんでいました。だから祖父に陶芸の道に進めと言われたんです。でも私は陶芸の道を選べませんでした。挑戦や自己表現が苦手で、無難なものを選びがち。そんな私じゃ陶芸でも、いいえ、何をやってもいいものは埋めません。そんな自分を変えたいと思ったんです。だからまずはその一歩として、憧れだった華やかな世界、アイドルの世界へ飛び込みたいと思ったんです。ここならもっといろいろな経験ができると思いましたから。でも見たところ不採用でしょうか。私よりもっと確固たる理由を持った方がいましたし、私よりアイドルに向いていそうな華やかな方もたくさん。おっしゃる通りです。祖父にも同じことを言われました。でも私頑張ります。頑張りたいんです。器はどんなものをも美しく引き立てます。そんな器に私を変えていただけませんか。採用ですか。ありがとうございます。私自分を表現できるように、表現しても恥ずかしくない自分になれるよう頑張ります。